中心を押さえながら外のあんこを上に上げてってあげて、はい、河原町松原で、和菓子屋を営んでます幸福堂の北川と申します。秋のお彼岸が近いということですので、おはぎの作り方を お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。早速おはぎの生地の方を合わせていきたいと思います。こちらはもち米を一晩水漬けしたものになります。こちらをせいろで、蒸していきたいと思いますのでご覧ください。蒸気が均一に、伝わるように平たく、そして真ん中がちょっと蒸気が通りにくいので少しへこましてあげると全体的に均一に蒸気が、通ってもち米に熱が入っていきます。このまま約15分間ほど蒸します。はい、15分蒸し上がりましたのでここから一度お湯を打っていきます。このままだと少しもち米の方が硬いのでお湯をかけて少しもち米をほぐしてあげて、さらに、20分ほどもち米を蒸してあげて、まあ、ご飯を柔らかくする感じですね。これは熱湯なんで、まあ、90度前後ぐらいですね。まあ、家庭でやられる場合は全然水とかでも問題はないです。ここからもう一度蒸します。はい、2回目の蒸しが、終わりました。10分から15分ほど蒸してます。蒸し上がったもち米を、バットの方に上げて、うちでは蜜をここにご飯に混ぜてなじましてあげ、そのまま密封した状態で蓋をして1時間ほど蒸らします。蒸らすことによって、この蜜がご飯に吸収され柔らかくて、次の日も食べれる美味しい、おはぎの生地ができます。こちらの蜜は、まあ、水と、まあ、水飴、あと少しお塩が入っております。全体的に、蜜がご飯になじむように混ぜていき、この蜜をすべてこのご飯の方に吸わせてあげるようなイメージです。混ぜるときに極力ご飯粒が潰れないように気をつけていただけると仕上がりも綺麗ですし、食べたときもご飯粒が潰れちゃうとどうしてもお餅状になっちゃいますので、おはぎはやっぱりご飯粒の状態で出来上がるのがおはぎの生地になりますので、あまり、押し潰さないように混ぜてあげるのがいいかなと思います。だいぶ、
蜜がご飯の方に吸われてきましたので、ここで、蓋をしてあげるのにちょっと表面を慣らします。この状態で、1時間から1時間ほど、蒸らしてあげます。常温で大丈夫です。はい、はい、1時間半ほど蒸らし終わりまして、生地が完成しましたので、おはぎのあんときなこ、生地と、包んでいく作業をしていきたいと思います。まずご飯が手に結構つきますので、しっかり布巾などで手を湿らしてあげながら作業を行ってください。まず、外側にあんこがまぶしてあるあんこを握っていきまして、その後に、きな粉の方を握っていきたいと思います。あんこを手に取り、均一に広げながらご飯を丸めてあげて、真ん中に置きながら指で中心を押さえつつ、あんこを寄せてあげて完成になります。もう一度いきます。あんこを広げて、おはぎを、生地を丸めてあげて、真ん中に置いて、中心を押さえながら外のあんこを上に上げてってあげて、完全に包み込んであげて丸めてあげる。あんが、まあ、6割、中の生地、ご飯の方が4割ぐらいの割合をイメージしてまして、反対のきな粉、ご飯が外についてて中にあんこが入る場合は、ご飯の方が6割から、まあ、6.5 ぐらい、ちょっと多い目で、で、あんが、4割からちょっと 3.5 ぐらいの、ちょっとあん、ご飯の方が多い割合にしています。それでは次、きな粉の方を握っていこうと思います。しっかりとご飯で、あんが外に出ないように包んであげて、丸めてあげて、で、きな粉の上に置いてあげる感じですね。もう一個いきます。で、きな粉をまぶす作業をしていきたいと思います。まあ、お好みですけども、僕はきな粉がたっぷりかかっているのが好きなので、まぶしてあげた後に上からさらにたっぷりと
きな粉を通してあげて、で完成になります。それでは、普段のスピードでやっていきます。はい、粒あんをね、今炊いています。今は小豆に砂糖を入れている作業のところなんですが、あんこの簡単な説明を、製造工程の説明をさせていただきます。小豆を軽く、洗浄して水漬けをした上で、お湯で小豆を煮て柔らかくしていきます。柔らかくなった小豆を、鍋に移して、砂糖を足しながら小豆の方に甘みを移していってあげて、水分調整、炊きながらその熱を入れて水分調整をして、あんこの完成となります。今ちょっとずつ砂糖を入れていってる状態になります。大体小豆を作るのって時間でどのぐらいかかるんですか？半日ぐらいはかかりますかね。はい、じっくりと味を入れて、そうですね。